初期東京専門学校の学生と教員、天野溜雪から1938年3月26日は、明治、大正、昭和期の経済学者、ジャーナリスト、政治家、教育者、法学博士。衆議院議員、東洋経済振興者主管、早稲田大学学長、早稲田実業学校校長を歴任した。訓三当随法省受賞。日本における、 経済学研究の黎明期に、ジャーナリズム、教育、政治などの多方面にわたって活躍し、特にジョン・スチュアート・ミルに代表される古典派経済学の紹介や、経済理論の普及に尽力した。現在も続く、東洋経済新報、早稲田大学小学部、早稲田実業学校の基礎を築き上げた中心的な人物の一人である。福田徳造は天野を、福沢幸吉、 田口幸一と共に、明治前期の三大経済学者に挙げているが、石橋丹山は、自己の経済学体系を持つ学者を言うなれば、天野ためゆきかとに止めを刺さなければならないとさらに、高く評している。天野ためゆきは生前、自身の私的な事柄を語ることは少なかった上、天野家の資料も関東大震災で失せてしまったため、家計などの詳細については、不明な点が多く、 彼の家族、人的関係については、唯一の伝記とも言える、天野溜雪によることとする。溜雪は、江戸の唐津繁盛屋敷にて、範囲天野昌安、京子夫妻の長男として生まれたが、明治維新の前後に、父が病死し、母と弟、木之助との三人で、唐津に帰郷、同地で少年期を過ごす。当時、大黒柱たる父を失った天野家は、緊急したが、 京子が内職と交際の利息をやりくりしたことで、ためゆき、きのす兄弟は、いずれも東京大学へ入学、卒業することができた。き之助は後に講師として、オーストリアに赴いたり、朝鮮前ら北道軍産府の府員を務めたりした。ためゆきは二男三女を設けたが、無事に成長して、家庭を持てたのは、長女と次女のみであった。女性はそれぞれ中西四郎、浅川栄次郎で、 二人とも後に、和瀬田実業に勤め、浅川は、同行校長となっている。天野家の系譜は、浅川の次男が、養子に入ることでこれを継いだ。なお、彼の青年月日を資料によっては1860年1月19日、としているものがあるが、これは、衆議院議員選挙に立候補する際、非選挙権取得のために戸籍を改変したためで、本来は、蔓延生まれが正しい。 大学在学中より、小野あずさらと知り合って、政治結社、かもめわらいに加わり、明治14年の政変後はそのまま立憲改進党に入党する。1890年、国会開設に合わせて行われた第一回衆議院議員総選挙に、故郷の佐賀2区より、改進党の流れを組む佐賀共闘会に属して、立候補、当選した。国会では、 予算委員として活動し、1891年に、第1から第5の高等中学校、女子高等師範学校、東京音楽学校を廃止し、予算削減を図る案が出た際には、これに異議を唱えて撤回させている。1892年の第2回衆議院議員総選挙にも、前回と同じ選挙区より出馬したが、大規模な選挙干渉に巻き込まれて落選した。以後、 政界からは身を引くが、海神島や、その後継の進歩島の東方へ寄港することもあった。海神島党員や東京専門学校講師として、働く傍たら、1880年代中頃からは、長野新聞や読売新聞などの紙面にも寄港し、経済ジャーナリストとしての顔を覗かせ始める。1889年には、日本理財雑誌を刊行した。 1897年に町田忠春より創立間もない東洋経済振興者の経営を引き継ぎ、以後10年間、同社の基礎や社風の形成に大きく寄与した。天野の在任中、植松子明や三浦哲太郎など、彼の教え子だった東京専門学校出身者たちが続々入社し、同社の活動の中心的役割を担うようになっていった。天野自身は、 旧中山人の筆明で社説などを担当し、保護貿易論に反対して、自由貿易経済政策を取ることを主張したり、日露戦争に際しては、冷徹な視点からの論人を張ったり、経済教育の重要性を説いたりした。鉄道鉄尾自由貿易を主張するというのではなく、場合によっては、保護主義を認めた。温和な自由主義者とされる。また、天野の生涯において、 著作活動が顕著なのは孔子時代までであるが、それまでに彼は日本の経済学史上でもとりわけ重要な役割を果たした。1886年に発表した経済言論は日本人による完全書き下ろしの経済書として、当時は番を22回重ね、3万部を売り上げたロングセラーとして広く読まれた。同書の執筆にあたっては、見る、 ジョン・ネビル・ケインズ、ウィリアム・スタンレイ・ジェボンズなど古典学派から多くが参考に強せられているほか、東京専門学校での講義用の資料が内容のもとになったこともその特徴である。法語による促成教育を掲げた同行の活動が出版の形で社会へ還元された一例と言える。天のためメの破壊状のように、 天野ため行きは多方面にて経済に関する活動を行ったが自分が主張する解放自由主義経済実現のためには国民に経済理論や知識の普及が必要不可欠であると考え経済教育の拡充を模索し続けた東京専門学校が専門学校令に基づいて早稲田大学に改組された際には新設された商家の課長に就任同時に 早稲田実業学校の校長も兼ね、中等教育の段階で、専門学校に匹敵する水準の教育を施すことを施行した。早稲田実業の開校式で行った演説で、高等小学卒業後4、5年間に他の専門学校でやるくらいのことをやってしまうという大胆の希望をあっており、税ができるということになったらば、こういう学風が全国に広がって日本国に、 大いに利益を与えることで洗うと密かに考えている、と述べていることからも、その一端を伺うことができる。かくして、1915年には、大学学長に就任した、天野であったが、2年後に、天野ためメユキ派と、高田・さなえ支持派との間に起こった早稲田騒動の末、絶縁に近い形で大学を辞することとなった。天野はかつて校長を務めた早稲田実業学校に、 再び戻り、残りの人生を同行の運営に傾けた。それに合わせて、早日も大学と別の路線を歩んでいった。しかし1961年、大学が彼の生誕100周年を記念し、大学早々期における自責を検証して、講演会や展示会を行ったことが契機となり、早日と大学の上層部が接近。 1963年に合意書を取り交わし、創実が継続校として、壮大の参加に編入した。現在、早稲田大学内では、天野は大学の基礎を築いた、早稲田の四村の一人に数えられており、早稲田キャンパスの新十一号館501教室は、彼を記念して、天野ためゆき記念教室と名付けられた。また、2010年4月に開校した早稲田佐賀中学校、 高等学校の校舎は、佐賀県立唐津東高等学校の旧校舎であるが、同地は天野が少年期に学んだ藩校、英学校から受け継がれている。墓の隣に建てられている聖徳の石碑。ありがとうございます。